Bonjour、 皆さんこんにちは。パリマダムのレポーターのミシェルです。前回のレポートでレンタルしたこのヴェリブで今日はセーヌ川沿いをサイクリングして楽しみましょう。皆さん自転車には乗れますよね。じゃあついてきてください。これから目指すはオルセイ美術館。セーヌ川を沿ってサンジェルマン通りを通っていきます。サイクリングロードもあるので安全です。ここで一つフランスの交通ルールについて一言。フランスでは自転車は車と同様で歩道を走ることは禁止されています。もし捕まってしまった場合90ユーロの約1万円以上の罰金となります。携帯電話はもちろん音楽を聴いていても罰金となるので気をつけましょう。そして運転は右優先運転です。では早速行きましょう。この私の右手に見えるのが新しくできたケーブランリ美術館です。でも今日はオルセー美術館に行く予定なのでまた今度の機会に来ましょう。ここで私の左手に見えるのがアレクサンダー三世橋で、右手に見えるのがアンバリッドです。オルセー美術館ももう遠くないです。続けましょう。この私の後ろに見える建物が国会です。ここからがサンジェルマン通りになります。この通りはパリの中でも、有名な通りの一つです。やっとオルセー美術館に着きました。あとはヴェリブを止めるだけです。ヴェリブを止めるには2つの方法があります。一つはヴェリブ専用のパーキングに止めること、もう一つは道端に止めることです。ただしパリでは自転車の盗難がとても多いので、ちょっとのつもりでも気がついたら自転車がなくなっていることが多いです。なくなると他の人が使った分まで払うことになったり保証金が取られる危険性があります。盗難防止チェーンはカゴの前についております。こうやって柱を囲んだら鍵をブロックするための穴に差し込んで鍵をあとは取るだけです。さあオルセー美術館へ行きましょう。自転車の散歩楽しかったですね。次回のレポートではヴェリブの返し方をお見せします。ではまた。Au revoir。